スティーブン・パドックは2017年10月1日の2017年ラスベガスストリップ銃乱射事件の容疑者。現地時間の夜10時8分から11時58分までの間、ラスベガスの夜外コンサートの観客を標的とし、ホテル32階の部屋から無差別に銃を乱射した。この事件で58人が殺害され、489人が負傷した。その後、 部屋で自殺したと見られる。パドックは1977、1979年と1985、1990年に2度の結婚記録がある。2016年にフロリダ州のメルボルンからネバダ州のメスキートに転住した。この都市はラスベガスの東北約80マイルのところに位置する。事件発生の後、隣人の男性はここで暮らして2年になるが、 一度も見たことがないとインタビューに答えた。警察によるとパドックは62歳のアジア系女性と交際している。しかしこの女性はパドックの犯行計画については全く知らないと答えた。2017年10月1日夜10時8分、ラスベガスの野外コンサートルート91ハーベストの2万2000人以上の観客に向かってスティーブン・パドックはカジノや 商業施設が多数集まる通り、ラスベガスストリップの近くにあるホテル、マンダレーベイリゾートカジの32階の部屋から自動小銃を連射した。射撃は約9分から11分の間継続し、10時19分頃にやんだ。犯人を含む59人が死亡し、489人が負傷した。警察が入室した時、パドックはすでに部屋で死亡していた。 その後、警察は、ホテルの部屋、メスキートにあるパドックの自宅とネバダ州のベイディ市で、合計47丁の重火器を発見した。これはすべてパドックの所有する武器であり、ネバダ州、テキサス州、ユタ州、カリフォルニア州で買ったものである。事件発生の後、テロ組織アイソルは、この事件の責任は我々にある。 彼は数ヶ月前イスラム教に改修したと声明を出した。しかし警察及びメディアはパドックとテロ組織の関係を見出していない。パドックの犯罪動機は未だ不明であるという。ありがとうございます。